ス問題、コカ・コーラ社知らなかったと逃げる。えらいじゃ。今回はエンカウントさんの記事より、ミセスグリーンアップルの MV、コロンブスが大炎上。大問題になっている件ですが、その炎上の理由は、かつて英雄視されたコロンブスが、現在は多くの原住民をチャチュリクした指導者であったことだけじゃなく、我々敗戦国の日本人でありながら、西洋かぶれの衣装を身にまとい、その欧米人の愚劣極まるのごとく、猿たちに文明を教え込む描写などが、さらなる誤解を招き、公開翌日、即公開停止になったこの事件なのですが、さらっと説明すると、コロンブス、ナポレオン、ベートーベンが類人猿に人力車を引かせ音楽を教える簡単なもの。ただこれがコロンブスの格好だったため、植民地支配を連想させると大炎上。レコード会社とメンバーは謝罪したんだけど、この曲をキャンペーンに起用していた日本コカ・コーラ社はいかなる差別も容認しておりません、これは我々が大切にしている価値とは異なるものですと即コメントを発表し、全広告を停止。しかもなんとこの MV の内容について弊社は事前に把握をしておりませんと発表。おいおいおい、スカッとせんね。だってね、この歌の歌詞って完全にコカ・コーラを意味する歌詞が散りばめられてて、海原に流れる炭酸の想像とか、乾いた心に注がれるようなとか、愛を飲み干したい今日もって炭酸飲料的な表現もされてて、おそらくコカ・コーラ社は題名も知ってるだろうし、なんで MV のコンセプト知らんねんってなるよね。情報共有できてなかったのは言い訳にならんよねって元テレ朝職員の西脇弁護士もそんな指摘をしてるんだけど、今の感じだと勝手にアーティストが暴走したみたいな感じですわ。コカ・コーラさん、そりゃないよ。さて、もはやアメリカではコロンブスの銅像が撤去されたりして、もはやジェノサイド扱いのコロンブスなのですが、日本は過去にさらにヤバいシャカリキコロンブスが存在した。大人は見えないシャカリキコロンブス、夢の島までは探せない。おいおい、真っ黒の先住民みたいな未成年の少年をアップナイ。さて、この曲の作詞作曲を担ったチャギアスのアスカ曰く、釈迦力はお釈迦様の釈迦です。力は力、つまりお釈迦様が一生懸命になってる。そしてそこにコロンブス、未開の地を派遣し続けた人物でも夢の島は探せないという。さあどこにあるのか、夢の島、闇深し。そんでジャニーズの悪行、あ、違う、コロンブスの悪行って、5万人以上のインディアンのチャチュ街に関わり、約800万人いたインディアンの人を3分の1まで減少させ、現在アメリカの人口のインディアンは 2.9% しかいないというのが現実ですわ。そんな感じで、ヒリクツオヒロユキも、あの欧州人の格好をしたアジア人が島に行って類人猿に楽器や乗馬を教えて歌を歌って踊る MV、 コロンブスというタイトルじゃなかったら具体的にどこが良くないという話なのだろう。届きたい人たちが社会正義ごっこをしているように見えるとヒリクツ疑問を投げかけた。コロンブスでも猛着長でもダメだよ。そんでヤフコミトップ、的確よ。不思議に思うのは、コカ・コーラ社が MV を確認していないのは理解できるとしても、 MV が公開される前からあれだけたくさん CM が流れていて、画面の右下にも曲名がしっかり載せられていましたが、その時は誰も何も指摘していませんでした。コカ・コーラ社は MV はチェックしなくても、さすがに曲名や CM はチェックしていると思うのですが、こちらは知らなかったでアーティストさんに全部をかぶらせてバッサリ切って終了というのはちょっと違うかなと思います。そう、マジ汚い。ただね、そんなこと言ったら信長の野望もダメだし、ジンギスカもアウトよ。ジンジンジンギスカーン、何も作れない。ただもしもコカ・コーラの会社であるアメコーに媚びて我が日本人が欧米人の姿をしていたのなら、マジで最低だよな。てかたー、チャンネル登録よろしくね。